皆さんおはようございます。朝刊原田の時間です。さあ今日もお目覚め元気アップで、そしてクレードでね、エネルギー高めて、出発しましょう。今日のクレードです。人目にさらしパフォーマンスアップ、人目にさらしパフォーマンスアップ。今日のクレードでした。元気アップでいってらっしゃい。人目にさらしパフォーマンスアップ、どういうことかな。なんとなくわかりますよね。あの映画好きです。アーノルド・シュワルツネッカーっていう人いますね。まあもともと彼は、ボディービルダーとして世界チャンピオンだったんですね。一番最初に彼の映画を見たのはね、コマンドっていう映画でした。もともと特殊隊員の彼が引退をして平和に暮らしていたんですけども、事件が起きてどうしようか思ったら娘さん誘拐されると。それがテロリストやと。その娘さんを誘拐助けに行きながらテロリストを撲滅するというコマンドという、こう正義感の強い方の映画でね、アクション映画です。ものすごい面白かったです。これね、何度も見ましたですね。で彼がその映画の中ですごい肉体やねん。で僕も、筋トレ好きやからすごいなと思って調べると、ボディービルディング、ボディービルダー世界チャンピオンでしたね。コナン・ザ・グレート、すごいね。有名なのはターミネーターシリーズの、未来から来る、最初は1は殺人マシン、途中から人間の味方になるね。あの、機械のような体を、自分の筋肉で作り、世界チャンピオンのボディービルダーが映画で対戦したということやね。で彼はその後カリフォルニアやったかな、州知事になられて、政治の世界に、転身されましたね。ね、でそれでね、実はね、あのボディービルダーっていうのは、皆さんここだけの話やけども、ね、私もね、ボディービルディング、ボディービルダーやってたんですよ。でね、大阪府でね、5番になってんねんね、みんなちょっとあんま言われへんけど、大阪府で5番になってる。で、ボディービルディングって、ボディービルダーはどういうふうに試合するか言ったら、海パンみたいな、ブーメランパンツみたいなの履いて、みんなバー出てきて、こんな筋肉出すねん、これ分かる、見たことあるやん、おもろい、僕あれやってて、おもろい。大胸筋とか二頭筋とか三角筋とか広背筋とかポーズがあって、こんなんやっててね。でこれはあのシュワルツネッカーに憧れて大阪府で5番になって、でその時に全体のバランスで大阪府で5番やってんやねんけども、部分っていうのがね、例えば大胸筋の部とか二頭筋の部とか三頭筋の部言うて、その分化した一個一個の筋肉の良さで、部分的に、優劣つける時もあんねん。それ面白いでしょね。そんなんやりました。ほんでね、アーノルド・シュワルツネッガーといえば何が有名か言ったら、これやねん、ここ硬い三頭筋って言います。ガストロです。硬い三頭筋、もうこれが何ちゅうの、蜂の巣のように成長発達してんねん。すごいなーっていうの。アーノルド・シュワルツネッガーといえばふくらはぎ、硬い三頭筋やねんね。ところが驚くべき話ですけども、実はアーノルド・シュワルツネッガーはそのボディービルをやられた時に硬い三頭筋、ふくらはぎが成長してないということで減点に遭い撃沈されたんです。皆さん、ふくらはぎが彼の欠点だったんです。わかります？ところが今やアーノルド・シュワルツネッガーといえばふくらはぎ、硬い三頭筋が見事だということで、それでボディービルの世界でチャンピオンになられたということです。面白いでしょこれ。じゃあ彼はそのどのようにして克服したか言ったら、今日のクレド、人目にさらしてん、ジャージで練習してたのやめてふくらはぎだけ切ってんて。要はふくらはぎのところだけハサミで切って、いつも練習場でふくらはぎがプロのボディービルダーたちの目にさらすようにしてんて。ほんならみんなが言うねんて、お前それふくらはぎが悪いから、バランス悪いからダメだぞって。なんだお前そのふくらはぎはって言われんねんて。で最初はそれがプライド誇りを傷つけるからいうことで、それを隠そうとしててんけども、あかんねんて。これで開き直って、人目にさらしてそこだけ切って、意図的にふくらはぎの弱さを、貧弱さをみんなの目にさらして、非難を受けながらそのことをバネにしてくれるだったやん。でトレーニングしたらふくらはぎが見事なものが出来上がって、結果どうなったか言ったら世界一になって、映画の世界に、目止まって止められて、コナン・ザ・グレート、コマンド、ターミネーター行ったババアっていうことやね。だから人目にさらしパフォーマンスアップというのはそういうことだということなんです。
私も皆さんも欠点あります、辛いものもありますが、それを 見ないように失敗の原則で遠ざけておいてこうするのもまあいいでしょう。でもね、そのことが核になって本質で、そのことを改善できなかったら世界一になれないというのであれば、どうやってそれを伸ばすか。一つの方法が人目にさらすやん。恥を忍んでもええから人目にさらす。で、さらすことによってみんながわー言われることによって、そこからエネルギーをモチベーションに変えてパフォーマンスにつなげると、ものすごい、破壊的なエネルギーを得ることができるというふうに考えてください。人目にさらし、パフォーマンスアップ、いい考え方ですね、採用しましょう。皆さんもね、元気アップでいってください。拍手お願いします。よーおっ、いってらっしゃい。すごい会議というのは、会議の中で原田メソッドをやるわけ、わかります？原田メソッドは個人的に、まあ、基本的に個人の自立ですから、全員研修メンバーと共有してる。でそれを一個ずつ見ていくねん。一個ずつ、一個ずつ、一個ずつ、わかる？わかる？で周りの人がバー助け舟に入ってきて、バーその人もバーやりながら、わーその人も辛い思いして恥かきながら、でも